はいどうも、スペースサークです。今回は、あれが来ました。そう。海洋堂さんから、例のやつ、やってきました。それは、こちら！これ何かって言ったら、私、スペースサーク、ササンが、海洋堂 WTC ワンダートイコンベンション、ワンコンでのオークション、落札しましたってお伝えしましたよね。それがこちらになっています。ってことで、もうね、結構、ほとんどの方はもう到着してるはずなんですよ。多分僕が最後ぐらいだかなと思ってるんですけど、到着しましたツイートよく見ました。ってことで、早速開けていきますね。オープン！オープン！お、お、お、オープン！ゲットしますよ。ゲットしますよ。これどうやってあげんねん、これ。なかなか開けにくい箱やねん、これ。よし、よし、よし。中身は、こんな感じになってます。サッサンが何を落札したのか、わかる方にもわかる。わからない方にもわからない。当たり前ね。なんかね、ギャログさんとかだったら、オリジナルの箱とかやって、どんな感じで来るかなみたいな、結構普通やって、あれって思ったんだけど。じゃーじゃん。じゃーじゃん。じゃじゃん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 。よし。あ、なんか入ってんで。これ見せられるやつかな。ちょっと見ますね。こっちは見せられないですね。納品書です。で、色紙がついてました。で、いきますよ。いきますよ。いきますよ。そいつは、こちら！ででん！めちゃめちゃすごくね？これすごいなぁ。さすが海洋堂さんの塗装。めっちゃ鳥肌もんや、これ。めっちゃすごくない？多分僕、時点か時点ぐらいの落札やったんですよ。それが僕の方に回ってきて、こちら、マス目模様のと、こちらと、あと何やったっけ。ここにサメの絵の描いてる。そう。僕ね、今回ね、海洋堂さんのやつ、3点とも、やってたんですよ。で、無事落札したのがこれやけど、はぁ、すごいなぁ。こう、遠目に見ても、塗装の凄さはわかりますよね。半端ないで、これ。で、皆さん、今回 WTC のオークションでの落札ものということで WTC って入れてはるっぽいんですけど、めちゃくちゃかっこよないこれ。
要は錆び塗装にしてるんですよ。この錆び方のこの塗装のまだら具合めちゃめちゃいいっしょ。でこの目もこれは過訪問やで。で足の裏はこんな感じになってます。ここもいいサビのまだら具合になってますよね。ここも本当は稼働できるかもしれない、知れないですけど、ちょっと塗装剥がれたら怖いんでもう稼働しないです。このほっぺのチークというかこのくるくる渦巻きほっぺもめっちゃ可愛いっすよね。まさかオークションのものが手に入るとは思わなかったです。なんかフォロワーさんでね、数字が入場数の番号があんまり良くなかったっていうので、じゃあもうやったろっていうことでオークションを落札したん、4つか5つぐらい落札したって人いてはりましたね。めちゃくちゃすごいなと思って、俺そんな資金ないわと思って聞いたんだけど、この歯のこの金属のようなこの歯めっちゃ良くない？この輝いたこのシルバーで、このネクタイ、この目、ここの眉毛がここ立体物になってるんですよね。これめちゃくちゃいいわ。よく錆塗装ってよくあるけど、嘘くさくなくて、こうちょっと錆がこう垂れてくる感じとか、むっちゃ良くない？これほんまに欲しかったんですよ、これ。ほんまマス目が一番良かったんですけど、あれは確か5万ぐらいなっとったんで、これ落札金額が本当は確か3万ちょいぐらいだったんですよ。それをなんかもう入金しないなって、ちょっと僕の番に回ってきたっていう次第です。だからね、オークションアホみたいな高いし無理やねっていう人おると思う。うん。でもこういう感じで自転に流れてくる場合もあるのよ。だからその時は絶対に無理はせずに自分の支払える金額でちょっとやってみるのもいいかもしれないです。こんな風にゲットできますよ。これは過訪問やで。ってことで、この作品名は WTC2023、カットくんの中の人ロボット、カッコ新っていう風に名前がなってます。はい。これは本当に今回めちゃくちゃ嬉しいですわ。はい。このことの比較もこんな感じやけど、この重塗装やばいよね。皆さんもオークションちょっと試してみてはいかがでしょうか。ってことで、今回はこんな感じで終わらせていただこうと思います。はい、それじゃあスペースアーク、ありがとうございました。まあ終わったんですけど、ちょっと脱足じゃないんですけど、この方、梅田哲也さん、この先ほど言ってたこのソフビ、
これの塗装手がけられてる方ですけど、ね、この方は、ビボルティック山口の方では一人で全種類のペイントマスター塗装見本を担当されていると。で、アメージング山口でも引き続き全種類のペイントマスター塗装見本を担当して火曜堂を支えておられる方だということです。そりゃすごいよね。塗装見本されてる、そんなプロの方ですもん。だから言いましたよ、この海洋堂のこの実力をこの目の当たりに見れる、これ手に入れないで何手に入れるのみたいな、これはすごいわって。これちゃうね、ちょっとおまけでちょっとガチャしてきたんですよ。ちょっとね、気になるガチャがあって、そのガチャはこちら。はい、懐かしいっすよね。昔サントリーの CM に出てきてたペンギンのキャラクター、それが全4種類かな。それを昨日この動画撮影してる前日に発売されたっていうので、フォロワーさん、視聴者さんに聞いて、もう引いてて、やっぱガチャしてたんで、早速行ってきました。で、画像で多分僕見せたと思うんですけど、パックとピッキーっていうのはパピープペンギンズやって。全4種類です。ちょっと場所ないんで、袋ごとでしか見せられないんですけど、開けられないんで。一つ目こちら、プレゼント持ってるやつだよね。ってことで01。二つ目、これは03、01がニコリパックプレゼントボックス、03がホロリパックプラス白ワイングラス。このようにこれをグラスに入れて白ワインと見立ててやるみたいですね。今のところ1、3が出ましたね。あと2、4が出たらコンプスはレアソースあんのかな。おで、こっちが02、しっとりビッキー、かわいいね。これをここに入れてワイングラスですわ。これが02です。で、やっぱね、これといえば年代の方は分かると思うんですけど、松田聖子さん、その歌っていうことで、やっぱマイク欲しいよねってこと。このマイク。ストレートコンパスは。やっぱね、フォロワーさんっていうか、フォローさせていただいてる、はるひなさん、毎日占いしてはるんですけど、今日、なんか、星占い、星座占いで2位やって、なんか、いけましたね。ってことで、完璧コンプってのがありました。これね、僕一旦夜の8時過ぎぐらいかな。8時過ぎか8時半ぐらい。それで、前日に販売して、今日で、2日目。の夜で、もう半分ぐらいなくなってたのよね。なので、ちょっと欲しい方は、早めに探して、
行かれてみてはどうでしょうか、はい、って感じで、かよどさんのオークション、何だっけ、名前覚えてない。カット君、中の人、梅田哲也さんだっけ梅田さんの彩色のもので、番外編というかおまけ動画としてこのガチャをやってみましたって感じで、まだまだ頑張っていきます。はい、ってことでクリマもね、欲しいのあったんですけど、ちょっと買えないかもしれないなっていう、ちょっと行動が遅かったサスさんがちょっと今悔やんでますが、またこれ編集して明日にはアップしたいなと思うんですけど、はい、というわけで今回はこんな感じの2本立てとなりました。はい、じゃあありがとうございました。やっぱいいね、かよどさん、ありがとうございます。ペッサー。